この私が倒れるとなりふり構わずやってみるか。こうして心に余裕を持つのも悪くないわね。身の程知らず。ヴァイオレットメイジでいろんなことを学びましたよ。遠くの方より身近な暴力の方が怖いか。さあ天罰が下る方が早いと思う。までも何これから。シンディ泣いちゃダメよ。